はいどうも白玉ひろしです。今回は久しぶりの立ち回り解説動画となっております。マップアップさんで使用キャラはトレサーです。今回の動画はスキルを回しながら敵の射線をうまく切る方法、スキルのポテンシャルを最大限に生かすブリンクの使い方、コントロールマップで味方が攻めあぐねてる時のトレーサーの立ち回り方、他にもマクリに対するフラバンの受け方とかも解説してるんですけど、上記3つをメインとして解説しました。ここ最近解説動画上げれてなかったのですが、今後は解説系の動画をメインとしてまた活動していこうと思います。動画投稿頻度も一旦毎週金曜日に投稿というのを目標として頑張っていきます。それでは早速本編をどうぞ。こちらの構成がウィンストン・ザリア・マクリー・トレーサー・アナ・ブリギッテということで、ここ最近のダイブ構成といえばこれという感じのテンプレ構成ですね。コントロールマップの場合、トレーサーを使っていて味方にルシオがいない場合は開幕シンメトロをピックしてテレポーターで味方を運んでからトレーサーをピックし直すという動きが強いのですが、このマップはテレポーターが起きにくいので無理に出さずにトレーサーのまま行きます。相手が縦構成かダイブ構成かで立ち回りは変わってくるので、採石で顔を出して敵がダイブ構成か縦構成かどちらかを確認しに行ってます。相手はハルト構成でしたね。ハルト構成相手にトレーサーが正面で残ってもやれることはないので、一度引いて敵味方の動きをよく見て次の行動を決めます。味方のウィンソンが左に飛んで敵の視線がウィンソンに集中しているので右から顔を出します。ここからの動き少し注目しててください。先ほどのシーン一つずつ解説していきます。まずここでバティストが若干孤立しているのが見えたので、バティストに絡もうかなって思ったんですけど、左の方でトレーサーの銃声が聞こえました。ブリンク手持ち残り1個なので、この最後の1個のブリンクを使ってバティストに絡んだ時に左にいるトレーサーがカバーをしてきたら、こっちはブリンクがないので一方的にかなり不利な状況を背負わされてしまいます。ブリンクのクールタイムが終わるのを待ちながら左のトレーサーを対処するという選択肢を取りました。うまいことトレーサーを倒せましたね。直線的な動きやジャンプして撃っていると敵のトレーサーにワンマガジンで倒されてしまうことがあるので、相手のトレーサーがどこにいるかわからないときはなるべくそのような動きはやめた方がいいです。そして今この位置ですが、相手のハルトの後ろにいるウィドウやバティストに対して全く射線を隠せてない、かなり危険な位置なので、ブリンク1個使って中央の柱に隠れて射線を切りに行きます。射線を切ってワンマが打ち切ったタイミングでブリンクが1個上がるので、ブリンクを使ってさらにもう1個前の壁に隠れて敵を撃ちます。うまいこと射線を切りながらハルトを倒すことができました。人数差6対4なので残ってる人を倒す場面ですが、ここで何も考えずに前に出てしまうと事故で倒されてしまう場合があるので、焦って1人で前に行くのではなく、ウィンストンが飛んだのを確認してから前に行きます。飛んだウィンストンを壁にするような形で後ろから撃ってますね。トレーサーはかなり自己死しやすいヒーローなので、先ほど解説した動きのように取っても何もメリットのないリスクはなるべく取らないで立ち回りをするように意識をしましょう。ハルト構成に対してしばらくやることがなかったので左の高台を取ろうとしたんですが落ちちゃいました。余談ですが、最近あまりにも調子が悪かったのでクロスエアをサンフランシスコショックに所属している太陽選手と同じものにしたんですが、個人的にトレーサー以外にはかなり当てやすいクロスエアだったので現在もまだ使用してます。ただトレーサーには全く当たらなくなってしまったので、どうにかしてそこは直していきたいですね。ここからの動きも注目してみてください。今から先ほどのシーンを解説していきます。ここはサージュの位置に注目してほしいのですが、トレーサーの後ろにいる味方からは射線が通せない位置に打ってるんですよね。しかも相手のゴリラのバリアがあるせいでサージュを打ったザリア本人も火力を出すことができない。つまりここで火力を出せるのはウィンストンとトレーサーしかいないという状況なのですが、パルスボムがあと 10% で上がるのでバリアの中に入ってウィンストンを打てば最悪倒しきれなくてもパルスボムを上がってそのままつけて倒せるというのを判断したので、バリアの中に入ってウィンストンを打ちに行きました。ウルト使うことなく倒しきれました。この後ブリンクパルスボムかなり判断早かったと思うんですが、理由がありまして、まず一つはマクリやブリギッテの音を聞いていて大体の位置が把握することができていた。もう一つの方が大事なのですが、この後のブリンク2個って絶対にウルトを投げるという意思で使ったわけではないんですよね。ブリンク2個使ってみてウルトがつきそうだったら投げる、もしこれは難しいなって思ったらウルトを使わずにリコールを使って
帰るという考えがありました。このブリンク2個とリコールを使って何もせずに帰るっていう動きは、普段僕がよく言っているブリンク1個1個を大切に使って立ち回りをしましょうっていう発言と矛盾しているように感じる方もいると思います。しかし今回のスキルの使い方は、僕の中でスキルを最大限に生かした立ち回りなんですよね。なぜかというと、ミストのバリア仲間で突っ込んだトレーサーがこの後何をできるかというと、ブリンクを使いながらまくりや穴を打って、ある程度ダメージを与えられたらリコールやブリンクを使って帰るっていう動きに結局なってしまうんですよ。この動きで得られるメリットってほとんどなくて、メリットがない割にまくりのヘッドショット、フラバン、アナのダーツ、ブリゲッテのバッシュを食らったら倒されるっていうデメリットはあるんですよ。それに比べ、先ほどの僕の行動は倒されるリスクがほとんどゼロな上で、ブルトをつけれる可能性を生み出せる立ち回りなので合ってたと思います。この画面でも大事なポイントが一つあって、リコール後にブリンクが1個溜まっているのはトレーサーにとってかなり大事なポイントなので、皆さん注意してください。今回は敵を倒していたのでブリンク使わずに逃げれましたが、もしここでパルスボム外していたり、そもそもパルスボムを投げていなかったら、リコール後ブリンクが0個の状態だとまくりに押し置きされてしまうのですが、ブリンクちゃんと1個残っているので、後ろにブリンクを使うことによって敵の射線を完全に切ることができます。僕の場合は先ほどの動きをリアルタイムで考えながら動いているというよりかは、過去に同じようなシチュエーションが何度もあって、その中でいろいろ試した経験があるので、ある程度意識しなくても動けるようになってます。まだトレーサーはあまり使っていなくて頭が追いつかないよって人も、使い続ければ必ずできるようになるので、折れずにトレーサー練習頑張ってください。このポジションは味方のウィンソンが飛ぶまで隠れていたいだけだったんですけど、ザリアがぴょんぴょんしてたので倒します。ここもちょっと注目ですね。はい、では先ほどのシーンを説明していきます。ダリア倒して人数差有利だったので、正面にある程度火力を出せば相手は下がると思って正面に火力を出しに行ったんですが、空中で敵を撃ってる時にまくりに阻害が入りました。味方のウィンストンまだ飛べていないので、敵の集団に1人で入ってまくりを倒しに行くっていうことは普段あまりやらないのですが、今回は阻害が入ってある程度 HP も減っていたので、ブリンクとリコール全部使ってワンチャン倒しに行きます。ここも注目してほしいところが2点ありまして、1個目はブリンクのタイミングです。高台からマックリーに絡みに行った時は、大体のマックリーはトレーサーが着地するかどうかのタイミングでフラバンを投げてきます。これはマックリーが他の敵を撃っていたり、高台なおかつマックリーから全く見えない位置から奇襲した時はもっと反応が遅くなったりもするのですが、今回はマックリーの正面から行ったので割と早めにブリンクを使ってフラバンを避けてますね。そして2つ目はマクリがこの円の位置にいるという体で聞いてほしいのですが、トレーサーを慣れていない人ってブリンクを使った後にエイムを合わせがちなんですけど、エイム自体はブリンクとほぼ同時に動き始めます。これをすることによってブリンク後に自分の位置が分からなくなったり、敵がどこに行ったか見失ってしまうということをかなり防ぐことができるので、ぜひやってみてください。ちなみに今回は自分がブリンクするのと同時にマクリがローリングを使ったのでマクリを見失ってしまいました。これは若干怪しいプレイなんですけど、まあ仕方ないですね。マクリを自分の視点から外してしまったんですけど、ローリングの方向やフラバンの位置でマクリが自分の右後ろにいるっていうのは把握してます。そこで自分が取った行動とは、マクリがいる方向へブリンクを使ってマクリを追い越して振り向くことによって、なんとか画面にマクリを入れようとしてます。ここ動き自体はかなり良かったと思うんですけど、マクリの動きと噛み合ってしまって画面に映すことができずにマクリ倒しきることができませんでした。ポイントを取られたところから再スタートします。ここの動きあまり良くなかったんですが、簡単に説明していこうと思います。コントロールマップで味方がなかなか前に出れない時にトレーサーができることは2つあって、1つはヒーラーとか DPS に絡んで自分にフォーカスを向けることによって正面の火力を減らす、もう1つがポイントを踏んで敵を強制的にポイントを踏ますことによって正面の人数差を作るという2つの手がありますね。前者のメリットとしては、自分の狙った敵を釣ることができる、一人ではなく複数に釣ることもできます。デメリットとしては、味方と別のルートから隠れて侵入できるマップじゃないとそもそも実行できない、敵に絡んだ時に近くにヘルスパックがあったり、すぐに射線を隠せる壁がないとすぐに追い返されたり、ヘルスパックを拾いに行ってるうちに正面が潰されるというデメリットがあります。後者のメリットとしては、ポイントさえ踏んでしまえば確定で1人は自分のところへ釣ることができます。デメリットとしては、釣りたい敵を選ぶことができない、構成にもよりますが基本的に2人以上釣ることはできません。使い分け方としては、基本的には敵の DPS やヒーラーに絡めるのであればポイントを踏まずに絡みに行った方がいいです。どうしても敵の DPS やヒーラーに絡みに行けないマップや構成だとポイントを踏んで敵を確実に釣るのもおすすめです。ただポイントを踏むときにスキルを使いすぎると降りてきた敵から逃げ切れない時もあるので気をつけてください。相手にディーバがいると使
少しダメージを与えてこっちはヘルスパックを回収しに行く。しかし相手はブーストですぐに集団戦へ戻るという行動を取られて正面の火力が勝てなくなってしまうので、ディーバがいる時にポイントを踏むのはあまりおすすめしません。今回自分が取った選択肢は引きを打って複数に釣ろうとしてます。しかしここは先ほど説明したように射線が切れないのとヘルスパックが遠いのでなかなか DPS 戦まで絡みに行けてませんね。ブリンクも残り1個しかないのでここでトレーサーに絡まれると相手のトレーサーはいつでも味方のヒールがもらえる、自分は味方のヒーラーの射線が全く通ってないのでヒールがもらえないという完全に勝ち目がない状態での勝負になるのでここは一旦下がります。しかし困ったことに先ほどウィンソンとトレーサーを撃っている時にスキルを使いすぎたせいでポイントをすぐに踏むことができません。なぜすぐに踏めないかというとトレーサーの銃声がポイントの近くで聞こえていたのでポイントに降りてくるのはトレーサーだと判断しました。しかし先ほども言った通りこのままポイントを踏んでしまうとスリンクがない状態でポイントを踏んでしまうのでトレーサーに追いかけられたら逃げ切ることができません。なのでここはポイント手前の壁を使いながら射線を切った状態でブリンクが回復するのを待ってました。ブリンクがある程度回復したのでポイントを踏みに行きますが先にウィンソンが倒されてしまいました。今回僕がやってしまったミスを敵視点から考えるとすごく分かりやすいんですが、中段戦の途中で取り返し側が1人ポイントを踏んでたとします。そうすると守っている方は画面上のゲージを見て取り返し側の誰かが1人確定でポイントを踏んでいるというのが全員に伝わります。そうするとどうなるかというとポイントにいるトレーサーを無視して人数差ついている集団戦をしっかり勝ってからポイントを取り返すという動きをされてしまいます。しかもヒーラーからすると敵の位置を直接見なくてもポイントに留まっているのは確定しているので後ろを気にする必要なく正面にヒールを渡すことができます。という理由から今回僕がやったこのプレイングはかなり悪いプレイとなってます。じゃあこの時どういう動きをすれば良かったかというと、理想は味方の集団戦が始まる前にポイントを踏んで敵を下ろすという動きが良かったですね。ポイントを踏むのではなくてウィンストンを撃つという行動を取ってしまった後のリカバリーとしては後ろに下がるんじゃなくて前にブリンクを使って味方の元へ帰るという動きをできれば良かったですね。トレーサーは他のキャラと比べて比較的最初の動きを失敗してもリカバリーが効くキャラなので手元に残っているブリンクの数とリコールの有無を確認してうまくリカバリーできるように練習をやっていきましょう。ということでもっと解説したいところはあったんですけど時間的に今回はここまでとさせてもらいます。よかったら高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。冒頭でも言った通り今後は動画の更新頻度を上げていく予定なのでもしこういう動画が見たいというのがあれば YouTube のコメント欄にお願いします。では。